ヤンコック・ブロンホフ、ヤンコック・ブロンホフ、ヤンコック・ブロモフ、フリク・ムコツフ、男性、1779年8月5日から1853年10月13日は、江戸時代のデジマ・オランダ商館長、カピタン、日本初の英語辞書編参者。英語を教えた通じに、吉尾オ・之助、吉尾忠次郎、元気象財門、末永神財門、 ババハチ八郎、ババサ十郎、西吉右衛門。ネーデルラント連邦共和国、現在のオランダアムステルダムに生まれた。1794年、15歳の時に、フランス革命戦争に、ネーデルラント連邦軍の兵士として参加。しかし翌年、ネーデルラント連邦が、バタビア共和国へ移行するチューブロンホフは軍を除隊。 1798年激化するフランス革命、戦争から逃れるために両親とプロイセン王国、現在のドイツに亡命して、そのままプロイセン軍に入隊、イギリスに赴任した。1802年3月25日、フランスとイギリスが講和シアミアンの和訳を締結。フランス革命戦争終結に伴い、ブロンホーフは除隊して、オランダ東インド会社へ入社したことになっている。 1803年、イギリスがアミアン和訳を破棄しナポレオン戦争が勃発。国元が戦火に巻き込まれるチューブロンホフは1805年、バタビア、現在のインドネシアジャカルタへ渡りオランダ東インド社、総督ヘルマン・ウィレム・ダエンデスの下で働いたことになっている。しかし、オランダ東インド会社は、すでに1799年に解散しており、会社自体が存在していないため、 いずれの任務で、召喚長に就いたのかは不明である。その後も1806年、フランス皇帝ナポレオン一世の弟、ルイ・ボナパルトが国王,王として、バタビア共和国に入り、バタビア共和国は、コラント王国に移行こう。オランダの混乱は収まらなかった。1809年、ブロンホーフは、日本のデジマ・オランダ召喚に、二相役。 総う小判として任命され訪日。この頃の日本では、この1年前の1808年に、フェイトン号事件が発生しイギリス戦からの攻撃を受けた幕府は、洋からの攻撃に警戒を強め、直ちにイギリスの情報収集と対応のためイギリスの言葉、英語を習得することを決めていた。しかし、イギリス人のいない日本で、英語習得は難しく、 困った、長崎の通詞たちは、出島オランダ商館長、カピタン・ヘンドリック・ドゥーフに相談。そこで、ドゥーフは、商館内からブロンホーフを、英語指南役として推薦した。ブロンホーフは、軍隊時代に、イギリス不人の経験があり、英語が、オランダ商館内で一番官能であったためだ。この時からブロンホーフは、長崎通詞たちに英語を教え、 同時に、英語辞書の編纂を開始することになった。1810年、ホラント王国がフランスに併合され、オランダ召喚の立場はより苦しいものになった。翌年には、オランダ東インド会社の東洋拠点にインドネシアのバタビアがイギリスに占領され、オランダの旗が翻るのは、日本の出島のみとなった。1812年、ブロンホーフは、ユージョイとハギとの間に、娘、 お稲を設けた翌年の2月24日に眠り病で死去。同年、イギリス東インド会社総督トーマス・ラッフルズの命を受けたイギリス船が出島に再来。再度退けたが、召喚長ドゥーフは事態打開のためバタビアへの使者を立てることに決めた。1813年、ブロンホーフはイギリス東インド会社への出島オランダ召喚の使者としてバタビアに到着。 しかしあえなく捕獲され、そのままイギリスに連行されることになった。連行される間も1814年6月、またもイギリス戦が出島に来航する、シャーロット号事件が発生した。1815年、不安の中、イギリスに到着。フランスに併合されていたオランダがすでに、ウィーン会議の結果ネーデルラント連合王国として、独立し主権を回復していたため、ウロンホフは、 手続きが終わると、直ちに釈放され、オランダに帰国した。帰国後、キティ,ティアベ・リフスマと結婚。故郷に腰を落ち着けるつもりだったが、国王ビデム一世に招聘され、命を受けた。それは再び、日本に不妊首相官長として活動することだった。1817年、再度訪日。ブロンホフが、妻子や乳召使いを同伴していたことに、 幕府は驚愕し、出島に入れることを拒んだが、ブロンホーフは、小官庁ドゥーフと共に直訴、大王は膠着した。その間、長崎の話題は妻ティティアに集まった。町の絵師たちはこぞって、彼女を題材に絵を描き、または人形を制作するなどした。その後、ブロンホーフは、自身の健康上の理由で家族の同伴の必要性を述べるなど幕府に嘆願したが、 健康に不備があるなら別の人間を連れてくるようにとにべなく断られ家族は16週間のデジマ滞在の後ドゥーフと共にオランダに帰国した日本へ旅した最初の西洋人女性ティティアの存在は西洋夫人となって今も語り継がれている家族と別れたブロンホフは以後途絶えていた貿易事業の回復や日本の動植物や 文化の研究に専念した。1818 18年2月13日、ブロンホーフは、江戸散府のため長崎屋に滞在し11代将軍、徳川家成に一見した。大月玄太ら江戸の蘭学者とも交流した。1821年4月2日、妻ティティアが、ネーデルラント本国で病死。出島での生活が夫人との最後となった。 1822年2度目の江戸散府に赴いた後は、出島で帰国まで過ごした。1823年、召喚朝食を、ヨハン・ウィレムでスチューレルに引き継ぎ、オランダに帰国。帰国後は日本で収集した品を売買するなどしながら、再婚もして静かな余生を送った。1853年10月13日、74歳で死去。 ブロンホフの妻ティティアとウバのペトロネラは日本に初めて足を踏み入れた西洋人女性と言われ短い滞在にもかかわらず珍しさから多くの画家の題材となり複製画などが日本全国に広まった今でも当時の異国女性の典型として長崎土産のアイコンとして使用されている当時ティティアをモデルに制作された人形は現在でも長崎小賀人形 公毛婦人として、見上げ物の一つとなっている。2002年には、ティティアの登園にあたるというオランダ女性により、書籍、ティティア日本初の西洋人女性が執筆され、2009年には、日本で愛され続けるオランダのある肖像として、ティティアを紹介する、ドキュメンタリー番組が、オランダの放送局で放映された。ティティアは、レイワルデンの州裁判所長の娘で、1806年に、 商人だったブロンホフに求婚されるも若すぎるとして父親に認められず、ブロンホフは国を離れた。1811年に父親の高等裁判所昇進に伴ってハーグに移り、1814年に帰国したブロンホフと再会して、翌1815年に結婚、軍の平坦部署係となった夫に伴って認知のドルトヒトに転居し、息子のヨハンネス。 1816から1900を設けた。同年息子とウバを連れて、夫ともにバタビア、現、ジャカルタに向かい暮らし始めたが、1817年8月、夫が出島の監査人に任命され一家で来日、幕府の命により、同年12月息子とウバと共に離日し、バタビア経由で帰国、以後病身となり、夫と再会することなく1821年に亡くなった。 ウバのペトロネラ、1794から1842は、庭師の娘で、ヨハンネスと同じ歳の婚外子があったことから、ウバとして雇われ、ブロンホフ夫妻に同行した。ティティアに伴って、アガサ号で、バタビアに戻ったが、帰国中の戦場でブロンホフもしくは船員とのこと、思われる女児を出産した、この子を含め、計3人の婚外子を産んだ後、 1835年にタイヤ職人と結婚した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。